まあまだ1スタミナ残ってる。となるとやはり一人耐久型にいてもらう方がいいという。オムスターはもう1レベル欲しいとこだね。オムスターチェンジ。雷中のやつを取ってくる。さすがにこんなもん使えんから、こいつもねもう5ぐらい上がったらもう1個攻撃力増やせれるし、やっぱり攻撃ヒットでヒットポイント回復が一番必要このゲームは。ただね、入るたびに変わるって言ってたからな。ヒットポイントを優先するか特殊効果を優先するか、ここも重要なんだよね。ヒットでヒットポイントがいく、もうこれがないと正直話にならない。自動回復もあるからそっちにしておくか。もう一個これつけれるとだいぶ火力も上がりそう。耐性を優先してみるか。で、ここにつけるやつは待ち時間でリピートストーン。リピートストーンで割と悪くないんだ。で1個巻き菱増やしてリピート1個、リピート2個にしてこうバックステップするからね、逃げる時間を稼ぐ。2回にするとなんだろう、3回になるのかな。ちょっとこれでいってみようか。毎回変わるんだよね。クリアするまでは変わらないとかだったらいいんだけど、そしたらパターン合わせれるからね。さあどうなってる。あ、全然違うわ。マギビシ、マギビシ。三回だね。逃げるのに使える。この後やっぱ一期一会だね。モンスターさんにはぜひもう一レベル上がってください。強い。髪切らせ。この回復量、回復量は十分だからね。先制で青と風鈴がいる。巻き菱を負け。巻き菱の威力も結構バネる。この凄まじい紙砕きのダメージを受けるがいい。ただ巻き菱の2発目が厳しい。カビゴンだ。で先頭に行ってまず巻き菱。死んだのどうせ。いけろ。何眠った。おい、隙だらけじゃない。混乱させる混乱。神砕くの回復の方がまた眠るかもしれない。でも一人で眠ってたら一生一応与えるダメージの方が多いな。よしよしよし、無限ループことはない。逆に言うと眠る以外の行動した時にちゃんと回避をすれば本当多分眠る。ひたすら与えていきたい。無限ループって怖くねえ状態だけどね。一応ギリギリダメージ超えれてるっぽいから
このまま眠り続けてもらったら勝てるで。まだ2分残ってる。急に地震とかに変わってダメージ足りなくなるけど、多分与えてるダメージの方が大きいからこれは勝てる。うん、いけてるいけてる。おお、攻撃来たね。攻撃これ逆にラッキーだね。今眠るされるとダメージが。うっ、ちょっと待って、今眠られると死ぬ。どころかちょっと危ない。あぶね、勝てた。ふう、最後レベル上がれ。もう一上がればそんな良くない。かなりギリギリの戦い。おっと、ちょうどスタミナ回復したな。ついでにこれもらっとこう。さあ、模様替えグッズ、次は300。これもらったんだよ。マルチソフト美味しいです。バッテリーとかね、サーフボードとか、もう全部欲しいんだけどね。これはちょっとね、無課金の俺だと時間をかけないと無理だね。まあおかげでクリアできた2万、まあ無理ですね。ということでもう一回これに挑戦かな。お、これ一番初めの EV 軍だね。大丈夫か。一匹ずつ確実に噛み砕いて。EV だったとしたら、やっぱさっきの日替わり戦法で。巻き虫置いといて、あと EV が自分から来てもらうことが安定する。おお、体当たりか。当たらない。勝てんだよこいつ。当たらねえ。当たり判定が狭すぎる。危ない。でかいポケモンの方が攻撃を当てやすい。あとはラッタの踏みつけをうまくかわしながら。おっと、2Dはやめろ。回復の方を優先。逃げろ。やけどのダメージ鬼じゃねえか。怖い。水だからやけどにはなりにくいはずなんだけど。ちょっとサイドン、おっとリザードンスワン。先に繋いでテレポートで逃げろ。噛み砕け。やられた。街にしまいて逃げたいところ。街にしまけながら逃げろ。
三発撃つぜ。ダイモンか、あったあんま食らわん。ルディも復活する。混乱しろ。あんま食らわん。ラギボス。やったぜ。勝てるもんだ。攻撃力はプーン。急所ダメージと移動速度、おっと646っていうのがでかいな。攻撃585もでかい。単純に火力が高いストーンがでかい。さあこれでね、うん、ね、攻撃力優先にしたいよね。この辺でだって回復を優先にしてるから、攻撃力優先にしたい。よし、そして初めてのピンク。攻撃ヒットで回復のね、550ぐらいが欲しいんだよ。まあある程度いくと今度はね、回復量よりもね、1回の攻撃耐えれるようにしなくちゃいけない。でもまあ多分次増えるのがヒットポイントに行ってほしいな、バランスで考えると。オムスターが次で攻撃力アップか。まあ現状の俺のチームだとこれがバランスなんだけどね。ちょっと敵も強くなってきたしね、スタミナ回復させてちょっとレベル上げをしたいと。そしてね、レベル上げするなら誰を育てるかという話も。おっと料理完成してる。とりあえずまず料理を。はい、まあ水、ミニ流来ないかな、いいミニ流来ないかな。ゼニガメかな。ゼニガメ、技が体当たりは外れだね。どうしようかな。まあ技覚えさせたらいいんだけどね、あんま呼べないからね俺。だから今ね、ちょっとラプラスとミニリュウのいいのが来てくれないかなって思ってんだよ。オムスターよりラプラスの方がいいかな。なんでね、またしても10、15、20個ね。じゃあ100個いるじゃん。この全部水がね、ラプラス水系の超レアが来てくれるからね、大体これにしてる最近は。さあというところで、ね、頼りになるポケモン誰育てようか。まあ少しの間は育て専用になります。シェルダー、おっとこのシェルダーは結構いいか。さらにこもるプラス泡2個持って、ただまあ攻撃防御どっちにでもいけるが、防御型に行きたかった。もう一個ぐらいヒットポイント買う方がよかったな。さあ育てる人をちょっと考えようってことでね。でサイフォンさんがね、まだもう一匹余ってるって言ったら余ってるんだけど、踏みつけと噛み砕く悪くないんだよね。正直自信とか欲しいんだけどね、忘れ失敗することを考えるとやっぱあんま手出せないよね。もっと貯めてからいいの出るまで回さないと。ね、そしてライチュウがね、一応ピカチュウがもう一体出てるんだよ。でこっちのピカチュウ見ると、ね、技がこのタイプなんだよね。こっちをサブにしてこっちを使える技にすると考えると、まあまあ使えなくはないんだけど、ちょっと迷うとこだね。まあ今のピカチュウでいいかなって。そして育てる候補としては、コイキング、コイキング割といっぱい出てるんで。ギャラドスは強いからね。
ストーンと技で育てる攻撃を決めたいんだけどね。体当たり、そしてやっぱギャラドスでいくから攻撃型にしたいところ、攻撃が 1,2,3 防御が4、で1個ついてる5個でマルチが1つ、もう1体コイキングよ、はい、これも体当たりだが、ヒットポイント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 、攻撃、攻撃、攻撃、これならマルチがある方がいいかな。あとはまあビンゴボーナスで決めるとかね。ノーマル技のアタックアップね、復活に必要な時間ダウン、ポケモンの大きさ変化、さらに大きくなるの 50% も。たださえでかいギャラドスだ。もうちょっといいの欲しいよね。やっぱ入れ物が良くないとね。ほら、ケイシいっぱいいるんだけどね。サイコキネシスに、これをサイコキネシスにしたいよね。こいつね、今サイケ光線なんだ。そもそもテレポートそろそろいらないからケイシー使って次の技に変えたいね。まあ、テレポートは逃げには使えるんだよ。この後こいつ攻撃型に行く予定だから。よっ、あとはね、ミニリュウさん、ミニリュウさん、ガルーラさんは、ガルーラさんはね、どっちがタイプだろう。おっと、バランスタイプでレベル1でこのパラメーター、さらに攻撃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 、やや攻撃型にいっちゃうね、うちだと。そして気合ダメだから、これもね、気合ダメだと強いのはいいんだけど、これね、もう1個欲しかったね。そしたら気合ダメを仲間の結束で仲間全体強くして攻撃技でぶん殴るみたいなプレイができたんだけど、ちょっと残念だな。いっそのこと強い火力系の技に変えて一気に攻めるっていうのはありだね。んで、ミニリュウさんどこだ。人影も出たんだよね。赤全部にしたら人影来た。ミニリュウ、ミニリュウ、やっぱラプラスかな。ミニリュウがね、ちょっとね、守備なんだよ。最終的に海竜でやっぱ攻撃に行ってもらいたいのに守備型っていうね。だからもう一体いいミニ竜出して、こいつが合成に使いたいな。ということで、このミニ竜ね、ラプラス、人影等をちょっとね鍛えてきて、まあ、次来た時にはメンバー変わってるんじゃないかな。あ、カブトも出たよ、カブトも。これね、赤で出た、赤で。岩地面、岩水だったかな、なのになんか赤で来たんだよね、こいつ。一応ダブル技、波乗りと滝登り、そしてヒットポイントなんだよな。お前火力型だろ、攻撃ないぜって。なかなか思い通りのねポケモン来てくれないんだよね。なんでそういった意味ではラプラスぐらいかなっていう感じ。まあ、どんな感じでスタミナ回復させながら、ちょっとキャラ強化してきます。